皆さん、この男の名を知っているだろうか。第20代読売巨人軍キャプテン、そして4番打者、2023年シーズンには最多本塁打王を獲得し、 WBC 優勝にも大きく貢献した若大将。今回はこの男についてピックアップしていきたいと思う。その名を岡本和真、読売ジャイアンツ。彼は奈良県五條市出身、1996年6月30日生まれの27歳。少年時代は下院、中学時代は橿原市キリトルシニアに所属していた。数ある強豪校から推薦され、選んだのは智弁学園高校。小さい頃からの憧れだったと聞いている。高校通算73本塁打を放った長距離砲。高校時代は圧倒的なパワーと長打力が魅力的で、プロのスカウトからも一目置かれていた存在。そして何といっても打球速度が高校トップクラスであったという。彼の最後の夏は甲子園1回戦で幕を閉じた。そして迎えた2024年ドラフト会議、彼は単独1位指名で読売ジャイアンツへ入団。未来の4番打者候補として期待されていた。彼は高卒1年目ながら1軍で初スタメンをつかんだ。しかし2年目3年目は2軍で圧倒的な数字を残す。1軍ではなかなか結果を残せない日々が続いた。そんな彼に転機が訪れたのは4年目である。コーチの助言で打撃フォームの修正を行うと、彼はこの年3割30本100打点を達成した。彼は通算206本の本塁打を記録し、右の長距離砲として活躍している。タイトルは最多本塁打3回、最多打点王2回、ベストナイン1回、そしてゴールデングラブ賞も2回受賞している。そして2023年に行われた WBC、 皆さんの記憶にも新しい準々決勝イタリア戦でのこのホームラン、どうぞご覧あれ。この本塁打で日本代表は勝利を手繰り寄せた。彼が WBC2023 年の日本代表に選出された当時は、スターティングオーダーとして彼の名が上がるかどうかは正直わからなかったと聞く。しかし WBC 前のオープン戦などで大きく活躍し、自らの力でスターティングメンバーに名を連ねた。そして決勝戦、アメリカとの試合では決勝点となるホームランを放つ。日本代表を優勝に導いた。その後のシーズンは WBC での勢いそのままに。彼はホームランを量産していった。結果的に彼はこのシーズン41本塁打を放ち、見事2023年シーズンのホームラン王に輝いた。彼が今シーズンどんな活躍を見せてくれるのか、楽しみで仕方がない。